どうも大之助です。今回のテーマは効率的勉強法、その中でも勉強効率を高める勉強後にやるべきことについて解説していきます。というのも皆さん勉強した後とか仕事した後って何してますか？うわー疲れた、よく頑張った俺っていう風に自分を慰めるために、なんだろう、SNS 使ったりとか YouTube 見てダラダラと過ごしていませんか？実は賢い人たちとか成績優秀な人たちっていうのは勉強後に何もしない時間を設けることが多いんですよね。これなんでかっていうと、人間の記憶っていうのはコンクリートを固まるのに時間がかかるのと同じで、学んだ内容が長期記憶に定着するまでに時間がいるんですよね。人間の脳っていうのは集中モードと緩和モードっていう2種類があって、この集中モードでたくさんの情報をインプットして、その情報を自分の脳に馴染ませる神経を作るのに時間を要するんですよ。なので勉強した直後にものすごい情報端末であるスマートフォンをダラダラと触ってしまうと、せっかく勉強した内容が脳内から押し出されちゃうことになるんですよね。コップ一杯に牛乳を注いでいたとしても、勢いよく水道の水を流し込んだら中にあった牛乳ってこぼれてっちゃうじゃないですか。こんな感じで僕たちがせっかく勉強した内容が結構無駄になっちゃう、非効率になっちゃうんですよね。たくさん勉強したのに自分の知識として身につかなかったら、あ、やっぱ勉強って意味ないんだとか、自分は頭が悪いから勉強したところで人生の何の役にも立たないっていう風な誤ったマインドというか、努力しない自分を正当化するマインドがどんどん作られていってしまうんですよね。せっかく勉強したのに無駄になるなんて嫌じゃないですか。じゃあどうしたらいいのかというと、勉強後には外部からの情報をシャットアウトして、僕たちの脳内がたくさんこの吸収した情報を整理整頓しましょう、本棚片付けましょうっていうような時間を確保してあげなきゃいけないんですよね。じゃあ具体的に何をしたらいいのかというと、結構いくつか方法があるんですけど、その中でも簡単な方法が目をつぶるという方法ですね。ウェイクフルレストっていうテクニックなんですけど、ウェイクフルレストって直訳すると起きたまま休むって意味なんですけど、目を閉じるだけでも人間の情報の吸収能力って高まるんですよね。これなんでかっていうと、僕たち人間っていうのは情報の9割弱、87% ぐらいかな、を視覚情報に頼ってるんですよ。 目から入ってくる情報に頼ってるんですよ。だから目を閉じるだけでほとんどの情報をもうカットできるようになるんですよね。で、僕たちの脳みそっていうのは、あれ、外部から情報が全然入ってこなくなったぞ、ということはやることねえから暇だから、さっき勉強してた内容を整理整頓しますかっていう風に情報整理モードに入ってくれるんですよね。だから勉強後はスマートフォンを触るとかテレビを見るとかじゃなくて、目を閉じてただぼーっとするだけで僕たちの勉強効率が高まるんですよ、ということを覚えておいてくださいという話でした。ということで今回は以上。